高校の時の話を投下する。冬に高熱を出し、3日間ずっと寝ていたのだが、2日目がピークに熱が上がり、41度まで上がった。昼だか夜だかよくわかんない時間に、ふと意識が戻ったが、頭痛が激しく、目をつぶったまま眠りに落ちようとしていると、遠くから、シャリン、シャリン、と音が聞こえてきた。何の音かなぁ、とぼやけた頭で考えていると、錫杖を突きながら迫ってくる、複数の托鉢層が脳内で自動再生された。迫ってくる音は家の中に入ってきて、次第に自分の部屋へ。その音がなんだか心地よく、次第に苦痛がなくなり、自分のベッドの周りをぐるぐる回った後、少しずつ離れていく。あ、ついていかなきゃ、と思い、ついていこうとしたら、親に揺さぶられ目が覚めた。気がついたら病院のベッドの上だった。どうやらかなり危ない状態だったらしく、救急車でいつの間にか運ばれていた。そして生死の境をさまよっていたらしい。あのままついていったら、きっと今頃自分は。絶妙なタイミングで起こしてくれた親に感謝です。ありがちな話かもしれないんですけど、実体験です。3年前のお盆に地元の友達と4人で肝試しに火葬場に行ったんです。んで、全員霊感はないくせにビビリな男なんで、一緒に火葬場まで歩いて行きました。途中、一応使い捨てカメラを俺が持参していて、何枚か歩きながら撮ってたんですが、火葬場に着くと、すでに別の友達グループがいたこともあり、みんなでふざけて写真を撮りまくって、特に何もなく帰ったんです。2、3日して現像に持って行き、みんなで出来上がった写真を見て、必死こいて霊を探したんですけど、当然何も霊らしきものはいなかったんです。しかし、1枚の写真に違和感を感じたんです。その写真は、俺たちが笑いながら歩いている後ろ姿が写ってるんですけど、何かおかしい。でもその何かがわからないって思ってると、ふと気づいたんです。4人しかいないのに、写真には俺たち4人の後ろ姿を5メートルくらい離れたところから写していると。しかも俺の手にはカメラが。10年ほど前に、知人の木下さん、かっこ仮名が亡くなりました。数ヶ月後、木下さんの幼馴染の金沢くん、かっこ仮名も自殺。問題は金沢くんが残した遺書に、席を入れてくださいと書かれてあり、アパートから木下さんの遺骨の一部が発見されたことです。警察が調べてみても、木下さんは事故であり、金沢くんがどうこうした因果関係はなく、好きだった相手が突然亡くなったのがショックで遺骨を盗み、本人も後追いを、という結論を出しました。飲み会で何度かお話ししたぐらいしか接点がなく、私は彼女たちの葬式に参列していませんでした。一応携帯の番号を交換しましたが、共通の知人を持つというだけの知り合いです。彼女は生前、飲み会でこう愚痴っていました。私たちの国の男って最低、すぐに嘘をつくし、指摘すると嘘を隠す嘘をつく。もっと言うと暴力を振る。日本人と結婚して日本人になりたい。でも帰化したってみんなで嫌がらせするし、死んでも逃げられないんだろうな。随分俯瞰的な、それでいて意味の通じない言い方をする人だな、という印象が強く残りました。
帰化した際に友人へ以上の話を振ってみると、ああ、名魂だね、と話し出しました。いわく、死者と生者、もしくは死者同士を結婚される文化が、東アジアには存在するそうです。結婚させる理由はいくつかあり、親類同士が死者の幸せを望んだ場合、あの世で幸せになるようにと。もう一つは経済的要因。貧しい身分階級がある社会で成り上がるには、婚姻が唯一の手段だったとか。とはいえ、実際の名家相手に婚姻し、親戚になるのは難しい。であれば、死者であるならば簡単だと、無断で人様の墓から遺体を持ち出し、死者もしくは生者と婚姻させる呪術だそうです。現代へ至ると、経済的または古い信仰の淘汰により、先立たれた子供の供養として行う以外は廃れてしまった。が、日本でも有名人や親族、また某国では、未だに財閥会長の遺骨が盗まれたり、極めて一部では未だに信じられているものなのかもね、と友人は話をくくりました。まあ、そんな話をしてから一年ほど経ち、存在すら忘れていた頃、木下さんの携帯から着信が届きました。はじめは驚いたものの、ご家族からだろうと思い、電話に出てみると、聞き覚えのない女性の声でこう告げました。君の実家の墓を教えなさい。私は途中で通話を切り、翌日には電話番号を変えました。短い話だし、害はなかったけども、怖い話。うちでは犬を飼っていて、夜寝る前には庭に出ておしっこをさせてから寝るようにしてるんだが、その日は結構な量の雨が降っていたが、寝しょんべんされてもたまらんので、いつも通りおしっこをさせに、一緒に玄関から庭に出たら、うちの犬がいきなり家の中に U ターンしてきた。めったにないことだったので、俺だけ外に出て何があったか確認してみたら、家の裏手の空き地を挟んだ向かいの道路にスーツを着たおじさんが異常な雰囲気で傘を差してこっち側をぼーっと見て佇んでいた。自然と目を離したらいけないプラス大声を上げてはいけない気がしたので目線はおじさんに向けたまま手探りで玄関を開けて親を呼んだ。んで親父に確認してもらって親父もあれは不審者だと言って母親に110番させて、親父自身は玄関からそいつの監視。俺は家を出て裏手に回ってそいつに声をかけるってことにした。んで裏手に回って声をかけようとしたら、そいついないの。だもんで親父に電話して、いなくなってるよと言ったら、瞬きしたらいなくなってた。言われた。まあ正直親父が適当に監視してたんだろうと思ってたからここまではさほど怖くなかった。でも道路を見たらめちゃめちゃ怖くなった。そいつが立ってた場所だけコンクリが円形状にほとんど濡れてなかったから。直前までそこにいたという事実といつからそこに立っていたのかっていう疑問が俺のみならず家族を震え上がらせた。まあ、この後自分が寝る前に窓からふと家の裏手を見たら、また同じ場所にそいつが立ってて泣きたくなったね。結局この時は目を離した一瞬で消えて、それから現れないし害もなかったけれど、まあ、あの佇んでるだけってのが余計に怖かった。俺の家にダルマの絵があるんだよ。髪が長くて顔も女顔のダルマとか
デブのだるまとか、ひょろ長いじいさまのだるまとか、なんか妙に人間臭い個性的なだるまが7体、無造作に転がってる絵なんだよ。俺、ガキの頃その絵が飾ってある部屋で親と寝ててさ。そん中で、ひときわでかく描かれているひげ生やした白だるまがめちゃくちゃ怖かったんだわ。なんでかって、そいつ、黒目が動くんだよ。ギョロって上を見上げてるんだが、俺が直視すると明らかにこっち見てんの。親に言っても気のせいって言われるし、仕方ないんで6歳ぐらいまでそいつと毎晩睨み合ってたんだわ。それから先は自分の部屋で寝るようになったから、そのだるまのことも忘れてたんだけどさ。ある日、俺ん家に友達が来たんだよ。そいつちょっと霊感があるやつで、たまたまそのだるまの絵が飾ってある部屋の前通ったとき、ゲーって言ったんだよ。何って聞いても、いや別にって感じでかわされてさ。なんかムカついたから、何、何ってしつこく聞いたら、今は言いたくない。外行きたい。外で話すって言い出してさ。結局公園行って聞いたんだわ。お前んち趣味悪いよな。失礼な、何言い出すんだこいつ。あの絵なんだよ、おかしいだろ、何飾ってんの。え、あのだるまの絵。だるまじゃねえよ、あれ人間の絵じゃねえか。俺がだるま女っていう都市伝説を知ったのはその後だ。友人曰く、俺が部屋の前通った時、あいつら7人全員一斉にすごい形相で睨んできた。あいつら生きてるよ。父方の親戚の墓地の隣に屠殺場があるんだが、備えられている線香のせいか、匂いには気づかなかったな。その代わり、音っつうか、声がやばかった。ギャーギャーっていう叫び声が聞こえてきて、結構長い間続くんだけど、しばらくしたらピタッと止むのな。人の叫び声に似ていた。プチトラウマ。声って外に漏れるのか？だったらストレス障害で訴えられそうだな。それ、屠殺の声じゃない。機械音は別として、途上からは声や音は響かない。マジか。じゃあ、俺は何を聞いたんだよ。何も聞かなかった。何も聞こえなかった。そういうことにしておけ。ひどすぎる話。ある日からいきなり変な夢を見るようになった。それは髪の長い女の人が少しずつ自分に近寄ってくるのだ。女の人の顔はなぜか自分を憎んでいるかのように怒っていた。毎日恐怖に怯えながら飛び起きる毎日。だがどうすることもできない。仏壇に手を合わせても、お守りを買っても、どうしても夢を見る。夢の中では動くこともできず、固まっているしかなかった。じわじわと、真綿で首を絞められるように、少しずつ精神も体力もそがれていった。ある日とうとう、女の人が自分の目の前まで来て、顔を覗き込むように睨まれた。そしたら、あらやだ、と言い、今までの鬼のような顔はどこに行ったのか、急に顔をあからめ、もじもじしながら走り去っていった。それ以降、夢は全く見ない。
眠れなかった2ヶ月半返してくれ。今年の夏に実家に帰るため夜中の高速を運転してた時の話。お盆が終わってからだったからか、Uターンラッシュとは期間がずれていて、すいすい行けた。田舎だからたまに車線になって、対向車もすぐに横を通るような道がたくさんあるんだけれど、そういう道のパーキングエリアはしょぼい。駐車場と便所と電話ボックスだけのパーキングエリアと呼んでいいのかわからない小休憩場。でも大体寄るのはいつも同じところだから怖さとか全くなかった。その日はその小休憩場に夜12時半頃に着いたと思う。駐車場に他の車はない。便所に行こうと思ったら作業服みたいなグレーの服を着た中年、後ろ姿で判断の人が電話ボックスで電話をしていた。夜間工事の人かと思い、全く怖さを感じずに便所に入って用を足した。手を洗おうとした時、ガシンガシンという音がした。外の方を見ると電話ボックスの中のおっさんが体を左右に揺らし、電話ボックスに体を当てている。手を洗いながら、その姿を、はてな、と思いながら見ていた。受話器を持ちながら、右へ、左へ体を揺らすのだ。その度に電話ボックスの内壁ガラスに体が当たり、ガシンガシンと音を立てている。自分の車とトイレを直線で結ぶと、その電話ボックスからはまあまあ距離がある。気違いだと怖いから早く車に乗ろうと思い、小走りで車に近寄った。車のキーを開けている時にガシャーンというでかい音がした。こりゃやばいと思い、すぐに車に乗り込み、電話ボックスの方を見ると、電話ボックスは何も壊れていない。しかし、おっさんらしき人影がこっちに近づいてきている。急いでエンジンをかけライトを照らすと、なんとすでに車の前におっさんがいるではないか。ものすごく細い目が異様に離れていて、口の両脇から唾みたいな液を垂らしている。しかも手に持っているのは受話器。いや、ぐったりとした子猫の死体だったのだ。こりゃやばいと思い、思いっきりバックして急発進。俺は霊を見たことがないので、あれが霊かどうかわからないが、絶対にこの世のものではないと思ったね。私が母方の田舎に帰った時、よく遊んでいた。サキちゃんという女の子がいたのですが、当時小二の夏休みでした。実家の裏山で一緒に遊んでいる時に、いたずら心からか、山中の空き地に放置されていた冷蔵庫にサキちゃんを閉じ込めてしまったのです。子供の頃は好きな子に逆にいたずらとかをして気を引こうとしてしまう、そんな行為からでした。すぐに冷蔵庫を開けてあげるつもりでした。ところが、一度閉まってしまった冷蔵庫は、私がどんなに引っ張っても開かないのです。そこで事の重大さに気づきました。私は、開けてよ、開けてよ、と泣き叫ぶサキちゃんを後に、その場を立ち去ってしまったのです。もちろん、親を助けに呼ぶためでした。しかし、いざ家に着くと、このことを話せばひどく叱られるのでは。そう思った私は、なかなか言えずにいました。そして昼食を出された時、私の記憶からそのことがすっかりと抜け落ちてしまったのです。昼食後、私は眠気に襲われ、
そのまま眠ってしまいました。気がつくと、父親がものすごい形相で私を起こしていました。おい、お前、咲ちゃんを知らないか?それを聞いた瞬間、私は体中が一瞬で冷たくなっていくのを感じ、とっさに、知らないと返事をしてしまいました。あたりはすでに夕暮れでした。まさか、まだあの冷蔵庫の中に。その夜、捜索隊など地元の人たちが総出で山中を探したそうですが、未だに咲ちゃんは見つかっていません。捜索隊が出たなら、冷蔵庫も発見されて、中も調べられているはず。それでも見つからないのは、きっと咲ちゃんはどうにかして冷蔵庫からは出れたんだ。その後、山の中で迷ったのか、誘拐されたのか。きっとそうだと私は自分に思い込ませています。ですが、今でも冷蔵庫だけでなく、戸棚やドアを開けるたびに咲ちゃんの、開けてよー、開けてよー、という声が聞こえてくる気がするのです。一軒家に住んでるんですけど、毎日必ず夜中の2時半頃に外から変な音が聞こえてたんです。SL の汽笛みたいなポって音。あんま気にしてなかったんですけど、なんか日に日に音が長くなってる気がしました。長くなってる気がしてから数日後、寝てる時に急に背後に気配を感じました。それと同時にあの音が鳴り始めました。しかもすごい長くて、ポーってずっと鳴ってました。気配プラス音で起きたら金縛りに遭いました。目は動かせるけど、それ以外動かず、体の感覚がないようでした。そしたら音が急に大きくなりました。さっきまで外で鳴っていたのに、急に部屋から鳴ってるみたいに。しばらくしたら、気配が頭の後ろの方に、それと同時に音がもっと大きくなりました。宇宙人かなって思って気配の方を見たら、紫色の服を着た髪の長い女がいました。いかにも幽霊、マジかよって感じて見ていたら気づいたんです。あの音は、その女の声でした。女はずっとこっちを見ながら、ポーって言ってました。ずっと怖くて目をつぶっていたらいつの間にか寝てました。起きたら朝でした。夢かなって思いながら、友達が遊びに来る日だったので、部屋を掃除していたら、すごいびっくりしました。床にコロコロをやったら、長い髪の毛が落ちていました。部屋に髪長い人なんか入れた覚えないのに。しかももっと驚いたのは、その髪が自分のベッドと服に何本もくっついていたこと。怖くなったから友人には泊まってもらいました。ちなみに音は未だに止んでません。いつもは小さい音なんですが、夜になるとすごくうるさくなります。さっきまで居酒屋で飲んでて帰ってきたんだが、明らかに空気が重い店だった。あまり気にせず飲んでいたんだが、すごく違和感を感じる。しばらくして一発目の放尿タイム。洋式便所で普通に用を足していたら、なんと便器の水の中に手が見えた。それも赤のマニキュアを塗った手が。マジで心臓が飛び出しそうなぐらいビビって、股間も出したまま思わず水を流して逃げた。戻ってから話しても誰も信用せず笑い話に。
あれは何だったんだろう。マジで怖かった。まあ、あんま怖くないと思うが、俺が当時小学生の頃、ビビった話を一つ。もう今から20年くらい前かな。その当時、俺の小学校では魚釣りがブームだった。みんなで釣れた魚の大きさを競い合ったりしてたわけ。で、〇〇が1位みたいな順位をつけたりして遊んだりもした。ちなみに俺は確か4位だったかな。負けず嫌いだった俺はどうしても1位になりたくて、その日早速学校が終わったら友達に内緒で一人で釣りに行ったんだ。今日は珍しいことに川には俺しかいなかった。ちょっと不気味だったが、まあラッキーと思って釣りを始めたんだ。しばらくして魚がかかった。お、と思って引き上げたが、雑魚ばかり。それが何度も続いて、諦めきれない俺は、時間が経つのも忘れて、魚釣りに夢中になってた。周りがだんだん薄暗くなってきた時、後ろから誰かに話しかけられた。ん?と振り向くと、おじいさんが立ってて、もう帰りなさい、なんて言われたんだ。いつの間に後ろにいたんだよ。なんて考えながら、無視して俺は釣りの続きを始めた。いつまで経っても釣れるのはやっぱり雑魚ばかり。今日はもう諦めるかと思ったその時、川に何か浮かんでいるのに気がついた。今も視力に自信のある俺が目を凝らしても、あたりが暗いせいか全く見えない。だんだんとその黒い物体は近づいてくる。近づくにつれて、その正体がなんだかわかった。人だ。だが、人にしては泳ぐのが早すぎる。しかも川の流れに逆らってた。で、その黒い人は浅いところまでやってきた。その黒い人が歩いて俺のところまでやってくる。これ以上はやばいと思った俺は、竿を放り投げ、全力疾走で帰宅。そして家に帰るや否や、帰りが遅かったから叱られたっけ。その翌日、一人で竿を取りに行くのが怖くて、友達とあの川に取りに行ったんだ。竿は昨日のまま。オチはないんだが、それから俺は懲りずに魚釣りブームが終わるまで釣りに行ってた。今思えば、あれは人じゃなくて、カッパだったんじゃ、と思う時がある。けど、カッパなんていないよな。以上で終わり。文才なくてすまん。いろいろと怖い体験や不思議な体験してきたけど、これが結構怖かった。昔、おばあちゃんから聞いた話。おばあちゃんの住んでいた地域は何度も空襲にあったという。ある夜、警報が鳴り、近所のみんなで防空壕に避難する途中、防空壕の付近に爆撃を受け、皆は覚悟した。すると、いつの間に混じっていたのか、見たことのない子供が先頭に立っており、空を見上げていた。小さな町内だから、知らない子供などいるはずがないのだが、見覚えのない男の子だった。すると、空を見上げていた男の子が、そのままの姿勢で、ぬーっと体が伸び上がり、みんなを包むような姿勢で空を塞いだ。鉄器の焼夷弾は男の子の背中に落ち、燃えていたような感じだったとか。みんな唖然となったが、それよりも燃え盛る炎が、いつ自分たちに降りかかってくるかと恐れ、小さく固まって頭を抱えていた。男の子はそのままおばあちゃんたちを包み込み、長く続いた空襲から守ってくれた。
爆撃が終わると元の身長に戻り、ペコッと頭を下げると走ってどこかへ行ってしまった。幸いなことに、その時その場にいた皆に怪我人は出なかった。終戦後、おばあちゃんのお母さんや近所の人が、あの時の子供のお化けにお礼をと方々に聞いて回ったが、子供の情報は得られなかった。おばあちゃんは、何だったのかわからないけど、お化けが守ってくれたんだね。日本のお化けは、やっぱり日本人の味方なんだね、と言っていた。また、地方に伝わる伝承に似たような話がある。数百年前、この辺りは小さな農村だったらしいが、大飢饉の際、一人のわらしがぐっと背伸びをすると、その体は遠くの山を越えてしまい、大きく伸ばした腕いっぱいに、魚や木の実や米俵を抱えて戻り、荒れ果てた田んぼにどさっと落としてくれた。わらしは何度か食料を運んでくれて、そのおかげで村人は生き延びることができたとか。が、一方で、帰宅中の後ろをついてきた男の首と肩が、どこまでも伸びて追いかけてきて、方法の体で家まで逃げ帰ったが、数日も経たず、狂い死にしてしまった、なんていう怪談も伝わっている。